ソナ5ダンシングスターナイト。始めよう。準備はいいか？いいぞみんな、気張ってけ。見せてやろうぜみんな、うちらの集大成。どうだ、共に進もう探求者たちよ。大丈夫、私たちなら。私だっていい感じなんじゃねえの。よし、やっちゃおう。龍二、任せろ、俺の出番だ。決まったな。こんなの余裕だし。どうだ、いいじゃない、素敵に踊れてる。俺の番だ。全てをかけて今輝こう。行くか、ショータイムだな。まだやれる、まだ、もっとだ。行くわよ、私たちで見せる。やろう、まこちゃん。見せてやろうじゃないか。行くぜ、力みなぎるこの姿を見ろ。さあ、ここからだな。俺らの力見せてやる。やるじゃん、男子かっこいい。バトンタッチだね、任せて。うちらだって負けてないんだからね。私もやる。気持ちいいね。やる。違うの？よろしくね、ママちゃん。こういうのも楽しいね。見せ場ね、譲るわ。行くぞ、俺の全てを込める。いつでもお前は俺たちを導いてくれる。感謝しているぞ。すごい表現力、本当にあなたって。これからだ、行くぞ。感じる、みんなの心を。そろそろ交代かな。ふっふー、大丈夫だもん。だって私、ふたばだもん。我が輩、お前たちに出会えて本当に。んだよ、行くぞモルガナ。最後までみんな一緒だ。い
後はみんなでやってやろうぜ。オーラスだ。一つになろう、みんなで。感じるぞ、お前たちの心を。あなたたちといること、誇りに思うわ。みんながいれば、それだけで変わるんだ。決めるぞ、みんな。皆様の心、確かに頂戴したい。お前、マジすげえな。尊敬するわ。まだまだ行く。もう、どんどん上手くなってね。二人とも練習？ああ、春もか。うん。でもなんかちょっと行き詰まってて。どうかしたのか？自分のダンスのこと考えてたら欲が出てきちゃって、いろいろ詰め込んでいったら何がしたいのかわからなくなっちゃったの。なるほど。創作活動にはよくある話だな。だが方法としては逆だ。大事なのはまずテーマを絞ること。そしてアイデアが生まれたらテーマと合致しているかどうかで判断する。テーマから外れたアイデアは時には捨ててしまうことも大事だ。よしてくれ。教わったことをそのまま言っただけだ。テーマを絞るか、難しそうだね。身近なことに置き換えればそうでもない。例えば節約とか。そうか、絞り込むって意味では確かにこの話に近いかもね。じゃあまず春の節約方法を話してみてくれ。節約。お料理の材料はまとめ買いするかな。郊外の大型倉庫店で100個入りのクロワッサンとか、七面鳥丸ごと10羽とか。100個、10羽。車で連れて行ってもらったりとか大変なこともあるけどね。でもちょくちょく買い物に行くより安く済むんだよ。俺が抱いている節約のイメージと随分かけ離れてるんだが。あ、もしかしてこういうこと？テーマを絞り込むって話。クロワッサンも七面鳥も両方欲しいけど、どっちかだけを買うとか？まあ、それに近いな。だが、クロワッサンと七面鳥、どちらも捨てがたい。じゃあ、こういうテーマは？欲しいものは全部いただく、とか。そういう考え方もあったな。
私も自分のやりたいことがさっきより見えてきた気がする。なんか具体的なイメージも湧いてきたし。よし、ではイメージが消えないうちに練習で自分のものにしよう。俺でよければ付き合うぞ。うん、ありがとう。自分がクラブで踊ることになるなんて想像がつかないことばっかりね。私もお父様の付き添いでダンスパーティーなら参加したことあったけど、クラブは初めて。でも踊ってみると結構楽しいね。開放的な気分になれちゃう。クラブなんて犯罪の温床っていう先入観しかなかったけど、偏見だったみたい。考えてみればクラブミュージックだって歴史がある立派なジャンルだものね。素晴らしい作品がたくさんあるって分かったし、イメージで毛嫌いするなんてもったいなかったな。本当だね。なんか怪盗団に入ってから毎日新しい発見ばっかり。うん、視野が広がれば楽しいことも増えるって当たり前のことなのに気づけなかった。今の私を見たらきっとお姉ちゃんはすごくびっくりすると思う。ねえ、いつか現実でもクラブに行ってみない？まだ先の話だけど、みんなが大人になったら。いいわね、賛成。私のやりたいことのリストにクラブでダンスも追加しておこうかな。まこちゃんのやりたいことリストって他にはどんなことがあるの？近いところだとバイクの免許かな。ヨハンナもバイク型だけど、現実世界でもかっ飛ばしたいのよね。人生スカッとしたい時ってあるでしょ？そういう時に風を切って走りたいって思うの。ああ、もちろん法定速度内でだからね。まこちゃん似合いそうだね。私はちょっと難しそうだな。ねえ、あなたはどう？車とか免許を取りたいものってある？クルーザーっていうことは船舶免許？いいな、楽しそう。船舶免許なら私も取ってみたいな。お父様が所有していたクルーザー、どうしようかなって悩んでたところだったの。ごめん、クルーザーは話の規模が大きすぎて想像がなかなかつかないけど。だけど運転ができるようになると行動範囲も広がって楽しいと思うよ。あ、そうだ、ハルも免許取ったら、まずは車からでも。私でも取れるのかな？そんなに構えなくても大丈夫よ。免許か、私も考えてみようかな。卒業したらみんなでお出かけしたり楽しそう。どうせなら遠くまで行きたいな。何にも追われないでのんびりしたい。行ってみたい場所、今から考えておこうかな。クラブミュージックってかっこいい曲多いよね。
今まで洋楽ポップは聞いてたけど、これからは幅広くいろいろと聞いてみようかな。ちゃんと聞くならハイスペのヘッドホン買うといいぞ。私は開放型だが、ノイズキャンセリングつけるなら密閉型、ハイレゾもあるといいな。お、お前もガジェオタの仲間入りか。なら今度秋葉回るぞ。最新型からジャンクまで何でも教えてやる。双葉のヘッドホンもかっこいいよね。デザインもおしゃれだし。見た目だけじゃないぞ。元からハイスペックだが、さらに改造してギュンギュンのバリバリだからな。ヘッドホンって改造できるんだ。それでいつもどんなの聞いてるの？アニソンとゲームミュージックは鉄板。ラジオや夏メロも聞くぞ。最近のお気に入りは J-POP アイドルだな。藤川理瀬とか真下かなみとか。知ってる、人気アイドルだよね。ただの可愛いだけのアイドルとは違うぞ。歌もダンスもかなりハイレベルだからな。ユニット企画やソロ活動も展開してて、ファンの心を煽るプロデュースが憎い。へえ、なんか興味出てきたかも。最近はアニソンも耳に残るの多いし、私もちゃんと聞いてみようかな。それなら今度おすすめのやつ流すから聞いてくれ。振り付けを覚えてライブ参戦という野望もある。アンも一緒なら嬉しいし楽しいぞ。もちろんお前も一緒だぞ。だからそこは問題ない。いいね、みんなでライブとか楽しそう。アニメやアイドルの曲って振り付けあるよね。ねえ教えてよ。そうか、ひらめいたぞ。好きなアニメやアイドルの曲をイメージすればここのダンスもうまくできるんじゃね。踊ってみたの感覚か。いけるか。いや、いくしかない。踊り手になったつもりで。やっぱ集中するとすごいね、双葉。好きなことがきっかけでダンスも楽しいって思えるといいんだけど。あなたでしたか。ちょうど今あなたの仲間に質問を受けていたところです。状況を整理させてもらっていい？あなたたちにはお姉さんがいて、この宴はその人との勝負。宴を盛り上げた方が勝ち。そのために私たちは踊ってるのね。その通りだ。囚人を盛り立ててやれ。貴様らにも大いに期待しているぞ。それはどうも。精一杯やらせてもらうから。頑張りましょう。私たちも楽しいし、お礼を言いたいくらいよ。こうしてみんなで集まる機会はいくらあっても困らないわ。貴様ら本当に仲がいいな。ステージでもそうだが、休んでいる間までよくもそんな風でいられるものだ。構成の過程で結束を深めたようですね。それがあなた方の力の源です。我らの助言を守った成果でしょう。これからも大切になさい。ところでお姉さんはどんな方？ずいぶん破天荒な人みたいね。国士無双の強さを備え、神出鬼没で大胆不敵。
主も手を焼いているようです。そう、周りが苦労しそうなタイプね。一言で言えば嵐だ。それもとびきり激しいな。いい度胸だな、囚人。意外と気に入られるかもしれんぞ。とはいえ我々はまだマシだ。姉様の矢面に立つのは兄様だからな。先に見かけた時も得体の知れぬ粉を口に入れられていました。粉？ひとたび口にすれば校内が灼熱の砂漠と化し、生きながら煉獄の苦しみを味わうとか。兄様には感謝しています。風よけとしてはこれ以上なく優秀ですね。お兄さんの身が心配だけど、家族がたくさんいるっていいね。家族ですか。姉様や兄様とは言うものの、そのように考えたことはなかったな。話を聞いてると賑やかで楽しそうだなって思って。ふん、少なくとも退屈ではないぞ。しかし顔を合わせたと思えばこの始末、先が思いやられます。大丈夫、姉妹なんだし喧嘩ぐらいするわ。姉妹だってお互い意地やプライドがある。ぶつかり合って当然よ。なるほど、そういうものか。万象の破壊と創造を象徴する力が飛び交い、果ては終末の炎がぶつかり合う。それを手合わせと呼ぶ力比べも姉妹であれば当然のことなのですね。それは喧嘩なのかしら。くくく、機会があれば貴様らとも手合わせしてやろう。気を抜くと死にます。覚悟して腕を磨いておきなさい。その日を楽しみにしています。一切の容赦はせんぞ。我らの本当の力をぶつけてやろう。話がそれましたね。今は宴に集中してもらいましょう。姉様に一泡吹かせたいのだ。負けは許さんぞ、囚人。お姉ちゃんに負けたくない気持ち、私もよくわかるよ。乗りかかった船だし、協力してあげないとね。私たちも頑張りましょう。